アイスぎっしりです。もういろんなのアイスばっかりです。お肉一回一回つつつにして冷凍してます。これは柳の舞って言って鱗を取ってもう煮る状態にはしてるんですけど、上から下までぎっしりと詰まった食品の数々冷凍庫の中身を見せてくれたのは旭川市に住む佐藤博美さんです。メインの冷凍庫とは別にもう一つのセカンド冷凍庫を利用しています。便利です。もう何でも突っ込めるっていうことで何でも冷凍しちゃうので冷蔵庫の中の一つだけでは全然足りないです。釣り好きの夫が釣ってきた魚をはじめまとめ買いした食料を長期保存するため今や生活に欠かせない家電です。やっぱり安い時にこうまとめ買いするとかやっぱりコロナの場合だとあんまり出かけられないからまとめて買うとかなくてはならないものですね。うちには冷凍庫専用売り場を設ける家電量販店もあります。こちらがセカンド冷凍庫のコーナーになっております。売れ筋は電気代を抑える省エネタイプや容量120リットル前後のスリムなタイプ、ふるさと納税の駆け込みも相まって売り上げを伸ばしています。これ冷凍しちゃうこと多いので買えなくはなりますだから野菜でも冷凍しちゃうでしょ今。そうすると冷凍庫がいっぱいになってきちゃうんですよ。コロナウイルスが流行りだしたあたりから食品を買いだめするという方が増えまして、以前に比べれば売り上げは結構増えてきているかなと思います。結構新しいところで言うとふるさと納税ですね、返礼品とかを保管したいですよという方がちょっと従来の冷蔵庫だと冷凍庫が足りないということで追加でも購入されるというのが増えてきております。家庭で浸透し始めたセカンド冷凍庫、コロナ禍やふるさと納税が需要を後押ししています。